ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。G セルフの、アサルトパック装備型ですね。こちらの制作、G セルフ本体と、こちら、アサルトパックですね。こちら、組み立て完了しましたので、この2つを合体させていきたいと思います。それで、この2つを合体させる前に、まずは、このアサルトパックを固定する台座ですね。こちらを組み立てたいと思います。これもすごく簡単ですね。台座が完成しました。で、これをまずはこの部分に穴が開いてますので、これを台座に差し込んで固定します。固定完了しました。こんな感じですね。このままでも、十分かっこいいです。それでは、この部分ですね。この部分に G セルフを接続します。こんな感じになりますね。このアサルトパックに埋め込まれたような感じですね。ポーズをつけて、こんな感じになりました。これ、いやー、すごい重装備ですよね。しかもこの、赤い G セルフのデザインにこうすごくマッチしてますよね。いやー、いいな。今この横の部分の、ミサイルポットですね。こちらをこうついてた部分を外したんですけれども、こんな感じで、これ一応バックパックなんでですね、こういう感じでこう背負うような感じで接続されています。戦闘機にこう足が生えてるような、感じなんで、ガホークみたいですよね。バルキリーのそんな雰囲気もあるこの重装備のアサルトパックですね。ガンダムが本体、G セルフが本体というよりは、もうアサルトパックが本体で、それにこう、コックピットにこうくっついてるというような感じがしますよね。なかなかいいですね。なので、この後はですね、こちらに墨入れをやったりとか、あとは地焼けスプレーかけたりとか、あとウェザリングマスターで着色したりっていうことを、ちょっとこの状態からまたやっていこうと思いますので、一部多分パーツをこう分解しながらの作業になっていくと思いますけれども、あと、もうちょっとですね、完成まで、動画にお付き合いいただければなと思います。